はい、あ、すいません、はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。池田です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、今日はですね、まあ暑いので、もうこのゴム1本、これ、なんていうんですか、これクリームゴム、クリームゴムも違いますねあのスプリングゴムという、多分その言い方やと思うんですけど、これを使って、まあ簡単にできるアレンジをちょっとやっていきたいと思います。で、もうあんまり巻かないで、まあスタイリング剤だけつけて、で、これを使って簡単に可愛くやるアレンジになりますので、まあ外とか、まあ、暑かった時にパパッとまとめれるアレンジになりますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。はい、じゃあまずリレイのバームをつけていきます。とりあえずまとまりがしっかりと出るぐらい、この表面の毛羽立ちだったりとかがなくなるぐらいまでしっかりとつけてください。で、顔周りのおくれ毛を下ろしていきます。今回は、まあ、顔周り全体もみ上げぐらいまで少しずつ下ろして、ちょっとこう抜け感が出るぐらいのおくれ毛の下ろし方にしておきます。サイドの髪の毛をちょっとこう後ろに若干ねじりながら、反対側も一緒に軽くねじって、こういう状態にします。で、少しこう横気味に髪の毛を集めて、だいたいまあ三つ襟、こっちの三つ襟ぐらいまで髪の毛を全体的に集めて、このスプリングゴムをつけていきます。するとこのぐらいねじったような状態でサイドにまとめてる感じになってます。で、この辺のちょっとボリュームが欲しいので、コームでボリュームが欲しいところにテールを刺して、そのままぐーっとボリュームを出していきます。少しこの辺の丸みが出れば OK です。で、テールでここのこうねじったところも少しだけすくって、若干だけでいいんで、こうやってボリューム出してあげるとよりルーズになります。感覚とかはもう結構適当でいいんで、とりあえずこうちょっと髪の毛の中にコームを入れてやるだけで結構ルーズに出てきます。で、この辺をちょっと押さえといた方がバランスは綺麗かなと思うので、ここは押さえながら出してあげると可愛く出てきます。で、お好みで毛先の方ちょっとパサついてたら、もう一回バームを全体的にちょっとつけて、潤い感、毛束感をしっかり出したら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。このスプリングゴムだけで簡単にちょっとねじってできるアレンジになってます。よかったら参考にしてみてください。